回っていけってこと？え、なに？あ、ラディッシュ男また来た。え、ロケット弾と関わらないんじゃなかったの？待てよ。さあやっていこう。前回はね、このロケット弾に占拠されたラジオ塔に乗っ取ったわけですよ。乗っ取ったかどうかわからないけど。そうしたらね、なんか地下にこのラジオ塔のお偉い人が閉じ込められちゃったらしいのね。だから地下に行きます。多分このラジオ塔は地下はないと思うんで、地下ってあそこだよね。洋服借りたところだよね。ここ、いつの間にかできてたところ。ここにきっといるんじゃないかな。どこだろう。奥って言ってたから奥かな。ここ？いるかな。チワース、チワース。あれいない。これ何？写真を飾る額縁だ、だって。なんだろう。使えないよね。何なんだろうね。あ、ボールだ。コインケースだって。コインケースって何だろう。あ、こっちあるね。何だろう。お！舞子はん。舞子はん。聞かれたら答えてあげるが世の情け。世界の破壊を防ぐため。世界の平和を守るため。愛と真実の悪を貫く。ラブイッチャーミーな敵役。武蔵。おじる。銀河をかけるロケット弾の際には。ホワイトホール白い明日が待ってるぜ。さっきから黒い服のロケット班たちが慌てて行ったり来たり、何事やろかと思いましたが、アンさんがロケット班を、ほんまにお強いのどすな。これなら伝説のポッケ。ん何でも話しまへん。ほな、先に。ちょっと。何なんだろうね、マグタン。ゴミをつついて遊んでる。やめて。汚いからやめても、まずちゃん。ゴミで遊ばないで。そういうことをしたらね、即首だよ。まぐちゃん、あなたちょっとチェンジしよう。まぐちゃん最近さ、登場しまくってるからレベルが極端に上がってんだよね。たまにはポポさん出すか。ポポさん出番全然ないもんね。これなに？何？あ、これが地下の鍵。へえ。立ち入り禁止だって。何なんだろう。ゾンビとか出てこないよね。大丈夫だよね。ポッポさん大丈夫。行くよ。久しぶりだね。ああ、よかったよかった。嬉しい。久しぶりだもんね。怪しい感じ。こっからいきなりケロベロスとか出てこない。バーンとか言って。ガーってやるんだけど出てこないよね。もうそれ違うゲームだわってね。ポケモン関係あらないわって。どう行くのが最短だ？多分おそらくそこは扉開かないからこっちだよね。回っていけってこと？え、なに？あ、ラディッシュ男また来た。え、ロケット弾と関わらないんじゃなかったの？待てよ。さっきはああ言ってお前を油断させておいたのさ。そうやって後をついていけば、あの渡るってやつと会えるんじゃないかと思ったが。ちっとも荒々しいしね。まあ、渡るさんだって仕事があるからね。あなたみたいにフラフラするわけじゃないと思うよ。まあいいさ。順番が逆になるが、先にお前から片付けさせてもらうぜ。なんだと？もうラディッシュを調理してやるぜ。レベル30。そんなんで勝負を挑もうとしたのか。行きなさい。フェザーダンス。こなしたか。大丈夫。よし。もう一度フェザーダンス。大丈夫です。空飛べ。よし、行け。よし、行け。どうだ。よし、いい感じ。じゃあ、ここで、羽休め。オッケー。ダメージが強い。もう一回飛べ。よし。よし、行け。空飛ぶ。よし。余裕だね。1098経験値。美味しい。次はコイルか。電気が苦手だから、空飛べ。よし、行け。第28か。うわぁ、微妙。うわぁ、マキした。くそー。羽休めできない。じゃ、変わろう。チェンジザウソッキー。ウソッキーは効かないのか。よし、じゃあ行こう。ケタグリ、効くかな。地面タイプだよね、ウソッキーって。地面タイプと電気ってどうなの？ソニックブーム。そう。あまり効いてないね。どれが効くんだろう。岩はどう？ああ。おお、岩なだれ効いた。威力がでかいもんね。267、267。次は、オーダイル。おお、最終進化してんのか。で、32で最終進化するんだ。うえってー。そうだ、ソキさんって水嫌いなんだっけ？ケースリーパー。じゃあ、最強光線。微妙か。おお、噛み砕くだ。強い。これ、うわ、外した。うお、スリーパー。やられた。次はガルドスター。よし、攻撃を下げて。竜の怒り。うおー、ママか。お、暴れるか。体力が少ないと強くなる技。で、氷の牙。うわー、微妙。で、竜の怒り。よし。1440経験値。いいねー。お、ゴースト。いろんなタイプ出してくるね。噛みつくか。よし。ナイスワンパン。810経験値。お、これは最後かな？そういえば今日ドッグラゲ連れてきてないんだね。微妙。じゃ、これはどうだ？あ、違うの出しちゃった。アクアテール。お、いいじゃん、アクアテール。904経験値。なぜだ？なぜ負ける？最強のポケモンを揃えた手加減もしてない。なのどうしてだ？あなたが弱すぎるんだよ。2048円やったね。くそ、わからない。あの渡るってやつが言うように俺にはポケモンへの愛情が、信頼が足りないから勝てないってのか。ただ単に弱いだと思う。何のことだかわかんない。だがこのまま割れるかよ。こんなことで最強になるって夢諦めるかよ。信用を征服してる私に挑もうなんてね、そんな軽はずみなんてね。ポンポさん大丈夫？ちょっと回復する？ソウルシルバーではあんまり回復やんないもんね。CO とかめちゃくちゃ回復使いまくってたけど、最近はなんか、エコだかケチだかわかんないけど、使わないもんね。ケチなんだけど。麻痺も直しとこうか。麻痺直し。オッケー。じゃあ行こう。どこかのドアが開けば、どこかのドアが閉まる。目的地にたどり着けるかな？さあどうでしょう。よし、勝った。戦い方迷ってしまったか。いいね。どう進む？こんな回の何？関係ないのか。あ、ここ扉があるのか。どうしようかね。何これ、ボタン？おい！しまっちゃった。なるほど。トリックルームか。こっち行けばいいんだよね、多分。こっち何もないよね。ああ、ボールがある。取るか。なんでもなし。なんかジムリーダーみたいなのいいね。あそこの最奥の部屋は何なの？行く必要ないよね。頭を使わなきゃ。ここが開くようにしなければならないってことでしょ？うわ！全部閉まったじゃん。そうすると、ああ、まだそっち閉まってるよね。どうすればいいんだ？ここしかスイッチはないんでしょ？あれ？いけたんじゃないこれ。あ、やった、いけた。なんかすごい簡単だった。おお、開いた。なんかすっごい簡単にクリアしちゃった。何だったんだろう。迷ったの？いや、違うわね。そんな怯えた目をしてないもの。じゃあお姉さんが教えてあげる。本当のこせたやつを。あら、調教して。よし、勝った。まあ、なんてこと。あ？ポポさん？ポポさん、シンガーまたすんの？何回目？お、でかい。なにこれ？ミッキー？違う。グライガー？違うな。なに？おー！かっこいい。ピジョット。へえ。そうなんだ。オスバメになるんじゃないんだよね。オスバメではないんだね。オスバメは別のやつなのか。へえ。でかっ。マイクだってうるせえな。君の活躍聞いて今日も痺れてるよ。勝手に痺れてろ。その心臓麻痺してろってね。え、めっちゃでっか。え、なんなんその頭。すごいね、なんか。頑張ってついてきてる。でけえ。自分、俺よりでかいんじゃないのあんた。ね？身長いくつ？ちょっと検索しようぜ。ポッポさん。え、めちゃくちゃでかいやん。1.5 メートル。おー、でかい。でも俺よりは背は低いんだね。39キロ。や、軽いね。でっか。体力とかも結構強くなってんじゃないの？なにこれ？ボール。ハイパーボールだ。やったね。こっちだ。あ！あの人じゃないかな、もしかして。くそ、これ以上先に行かせるか。俺は相手子供だろうが、手加減しない男だぜ。おお！ポポさん、ポポさん何この頭どうした？なんかあれだよ。どっかのなんか、東南アジアのなんかそういう系な気がする。何それ。なんかキモいんですけど。めっちゃウケるわ。なんかどうした？なんか変な方になっちゃったね。大丈夫？じゃああなたの力を見せてください。空高く飛び上がった。いけ！おー、一撃必殺強くなってる。やっぱ、その格好やっぱり気になるよ。ポッポさん。それはちょっとセブンフーズポッポのイメージが下がるからやめた方がいいと思う。ポポニャにも失礼だよ。よし、勝った。ポッポさんやられちゃった。残念だね。うお、でっか。ほんと心臓に悪いからやめて。下向いてる。うん、下向いてていいよ。PP リカバーだって。え？なんか走ってる、怖っ。平気行こうぜ。こっちもなんか、うえい！びっくりした。まさかここまで来るとは仕方がない。俺が始末してやるぜ。あとちょっとだ。よし、勝った。始末された。よし。はい、というわけで本日はここで終わります。次回はどうなるんでしょうか。はい、ありがとうございました。君の胸にラララ夢を描ける